この先がパレメルモニアよ。さ、行きましょう。お待ちください。どういったご用件でしょう。最高審判官は現在公務中です。うん、やっぱり警備が厳重だな。ノビレットのところにある資料は絶対に安全ってわけか。あれ、私たちの顔に見覚えないの？どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは身分や血縁などのコネで通れるところではありません。ルールは絶対となります。うん、見ての通り、何があっても安全。確かにそうみたいだな。私をからかいに来たのならもうお帰りください。お互い時間を無駄にしたくないでしょう。まあまあ、私たち先日の大魔術師リネの事件で法廷に立ってたんだけど、知らない？ああ、そういえば見覚えがあります。スチームバード新聞の記事で見ましたよ。そちらは、リネの弁護人ですね。ええ、思い出しました。そうそう、それで今日はその事件の報告と資料の記録に来たの。え、そんな予定入ってましたっけ？入ってるって心配しないで。こっちは仕事で来てるんだから、そう警戒しないでちょうだい。ええ、そうですか。わかりました。お入りください。ヌビレット様は中にいらっしゃいます。どうも。どうぞ。入り口で止められて、警備の人に嘘をついて入ってきたんだけど。問題ない、要件を言うといい。え、オイラたちを責めないのか？一つ名前を調べてほしいの。バシェって言うんだけど、
連続少女失踪事件の目撃者かもしれなくて、とても重要な手がかりなの。うん、わかった。資料を見てこよう。少し待っていてくれ。ノビレットって案外話のわかるやつなんだな。残念ながら、ここ数年の事件で馬車という名に関連したものはないと断言できる。私の資料にも、私の記憶にもね。まさか、あの時のはただの気絶で、夢を見てただけってことか？そう、わかった。ありがとう、ヌビレットさん。それじゃ帰りましょう。ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父カーレスさんはとても優秀な御仁だった。彼が見まかられたのは実に残念なことだ。ヌビレットさん、それってどういうつもり？同情？慰め？それともあんたの言う残念？いや、どれも違うでしょ。私にはわかる。あんたの言葉には何の感情もない。ただこういう時にはこう言うべきだって思っただけ。まるであの時と同じ。パパが決闘場に上がり、私が守衛を押しのけてここにいるあんたに会いに来た時とね。あんたも言ってたでしょ、事件に妙な点があるって。それなのに決闘を黙って許可した。命の価値はあんたの手にある感情のない規則や法律と比べてちっぽけなもの。あんたの目にはそう映ってるんでしょ。もし本当にパパの死を残念に思うのなら、どうしてあの時パパを止めなかったの？どうして私に止める権利をくれなかったわけ？なんで、なんでパパに汚名を着せたまま死なせたの？あともうちょっと踏ん張ってれば全てを逆転できたかもしれないのに。まだまだたくさん話したいことがあった。まだ教えてもらってないことがたくさんあったのに。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て、本当の残念ってのがどういう感情か教えてあげる。申し訳ない、ナビアさん。やっぱりあんたも同じ。パパと同じなんだ。いろんなことをいつも心に抱えてるのに誰にも打ち明けない。その胸は多くを感じてるのに、それを伝えようともしない。もういい。どうせ最高審判官の冷徹さは誰もが知ってることだから。
どうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅人、パイモン。大丈夫。あれ、雨が降ってる。中に入るまで晴れてたよな。それに今日は審判をするような事件もないのに、なんかおかしくないか？確かパパの事件があった日も大雨だった。どうした？何か引っかかるのか？外、雨の当たる場所だったよ。もしかして雨で手がかりが流されたって言いたいの？うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような手がかりは見つからなかったよ。え？あ、まさか真犯人は水になったってことか？雨の日だったから、それで痕跡が何も残らなかった？確かに、もしそうだとしたら、お前のお父さんがどんなに説明しても、当時の人たちは誰も信じてくれなかっただろうな。相棒、あんたって本当に天才！そういうことだったのね。どうしてもっと早くそれに気づかなかったの？ボア村長へ行きましょう。この線で当時の殺人事件を調べ直したら何かわかるかも。うん、今回はオイラたちもついてるから、きっと進展があるはずだぞ。じゃあ今すぐ一緒に来てくれる？それとも後で合流する？ええ、行きましょう。かもしれないけど、これこそ我らがスピナディロースらの本拠地なの。こんな風になったのはパパの個人的な趣味なんだけど、ま、センスだけは私と似てたみたい。この華やかな巨大船は航海、航期、征服、野望を意味してるの。
スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初、スピナディロースらの輝かしい過去を語ってた時は、コラでも吹いてるのかと思ってたぞ。だって、輝かしい過去を持つギャングが地下水路に住んでるわけないだろ。けど、このでかい船を見て、お前らのあの言葉にも説得力が増してきたぜ。ボア村長こそ、スピナディロースらのルーツであり、私たちはみんな、ここから外に出たんだ。お待ちしておりました、お嬢様。そして大事な相棒も。フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃっていましたが、どうしてまたこんなに早くポア村長に？それがね、相棒が素晴らしいヒントをくれたのよ。パパの過去の事件が原始大海の水と関係してるかもしれないってね。覚えてる？マルシラック、あの日は雨の降る夜だったでしょ。はい、リネ様の状況と似ていて、どちらも不可能な事件でした。過去に何があったんだ？うん、何年も前のことなんだけど、ロシっていうのがポア村長で流行ったの。一見ただの飲み物なんだけど、人が飲むと気分が高揚してね、愉快な幻覚がたくさん見えるようになるらしいの。ちょっと待った。確か水になったあの警察隊員も原始大海の水で薬が作れるって言ってたよな。そうね、今になって考えればロシの原材料は原始大海の水だった可能性が高いと思う。そして長期的にそれを飲むと副作用が出るの。例えば集中力の低下や情緒が不安定になるとかね。逆に飲むのをやめれば倦怠感が一日中続いて、理由もなく焦燥感を覚えるようになるみたい。まさに百害あって一利なしってやつね。ポア村長を管理してたパパはもちろんこれを黙って見過ごさなかった。そしてロシを全面的に禁止したの。
ボスの強硬な姿勢は売人の恨みを買いました。ですが脅迫や賄賂を前にしてもボスは一歩も譲らなかったのです。それどころかボスはロシの製造者を特定し、根本からこの件の解決を図ろうとしました。そう、でも相手は狡猾なやつでね。売人はブツを売るだけで、その裏に誰がいるのかとかは一切知らなかったの。そこでパパは長期的な計画を練ることにした。秘密裏に売人と連絡して、ついにそのうちの一人を口説き落としてね、内通者になってもらったの。その人の名前はジャック。ロシのせいでバラバラになった家族をたくさん見てきて、負い目を感じてたみたい。ある夜、パパは郊外の荘園でパーティーを開き、そこでジャックと情報を交換しようとした。けど、庭から2発の銃声が響いたの。それを聞いて私たちが駆けつけると、そこには銃を持ったパパと、撃たれて死んだジャックしかいなかった。リネの事件と似てるでしょ。犯人に疑いの余地はなく、いくら考えても犯行の動機が見えてこない。でも当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い返すと重要な手がかりがそこにはあった。リネの裁判同様、現場に残された服がね。そう、あんたのヒントのおかげだよ。あの服はジャックが気づかれないよう変装するための道具だと思ってたけど。今考えると、これは現場に第三者がいた可能性を示唆してる。それに銃声が2回鳴った理由も改めて考えてみないとね。うん、未解決事件ではあるけど、今なら新たな進展を望めるはず。このまま一気に真実にたどり着けるって、私の直感がそう言ってるよ。ジャックは生前温厚な性格で、自身の行いを何度も懺悔していました。突然裏切るという可能性は低いでしょう。第三者に関する手がかりは、真実にたどり着く鍵になるかもしれません。しかし、水を差すようで申し訳ありませんが、ボスとお嬢様の執事である私からいささか進言したいことがあります。相手は残忍な手段も厭わない難敵です。ボスはその長年の対立により命を落とされました。ロースらが衰退した今、フォアソン町はようやく得難い安寧を手に入れ、
私たちも消されずに済みました。ボスと同じ鉄を踏む必要はありません。ここは賢明なご判断を。これはボスの望みでもあります。それがパパの望みなら本人の口から直接言ってほしかったよ。パパと一番関係が深いのは私のはずなのに、まるで私だけが輪の外にいるみたい。謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった？それで何を守れたっていうの？ロシもフギのカーレスも虫の息になったスピナディロースらだってそのまんま、何も変わってない。私がそんな無意味な死を受け入れて無意味な一生を過ごすことに甘んじるとでも思ったわけ？あの日からそうしようと思ったことなんてない。一度たりとも。私は全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。失踪者にも被害者にも私自身にもね。ナビア。確かに今はこれ以上ない機会でしょう。お嬢様の相棒もとても頼りになるお方です。そして何よりお嬢様も覚悟が決まっているようにお見受けいたします。やっぱり何か知ってるのね、マルシラック。はい、実はあのパーティーが始まる前にボスはすでにロシと連続少女失踪事件のつながりについて存じていました。そして両者の対立を一気に加速させたのが、お嬢様、あなたが連続少女失踪事件のターゲットに選ばれたことです。え？ボスはとても珍しい病気にかかっていました。きっとそれもお嬢様にはお伝えしていなかったことでしょう。しかも余命5年足らずとそう医者に宣告されていました。そんなボスにとって連続少女失踪事件は強い焦燥感を与えたのです。この長く続く争いを解決するには5年では到底足りません。もしボスが病死すればお嬢様は危険にさらされることになります。ですからボスは相手の行動を牽制するために手にある情報を利用することにしました。ボスは重要な犯罪の証拠を握っていると先方に告げ、その情報をスピナディ・ロースらの一部の人間に伝えると。
お嬢様が無事である限り、その証拠は公にしないと約束したのです。そして、もしお嬢様が失踪すれば、ボス、もしくはその秘密を知る人間が、すぐにロシと失踪事件について暴露するように手配しました。つまり、痛み分けってことか。事実、その牽制が効いているのは証明されています。ボスが亡くなった今も、相手はお嬢様に手を出してきていません。信じらんない。だってあのパパが病気だなんて、そんな風には見えなかった。衰弱し、息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスの性格であればなおさらです。ボスにとって、決闘で死んで不義の名を背負うことになろうとも、娘の前で格好がつかないことよりマシだったのでしょう。そんな、私を守るために黙って死ぬことを選んだの？お嬢様、あなたはずっと誤解されていたかもしれません。ボスが渡したかったのは傘ではなく剣なのです。事件に巻き込まれた全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。もしそれをボスが聞いていたら、きっと胸をなで下ろしていたことでしょう。あのバカ親父、一体どんだけ回りくどけりゃ気が済むの。いや、むしろ私が理解できる日をその目で見ること自体、元から期待してなかったんだ。だからこんな手の込んだ準備をしたんでしょう。そんなに私のことを信頼してるの？もし私がここまでたどり着けなかったら、どうするのよ。うん、そうかもね。パパの考えでは、私が望めば不甲斐ないまま一生を過ごすことができた。でも幸い、パパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまり私のことを分かってなかったのよ。ま、これに関してはパパの取り越し苦労ってやつかしら。で、マルシラック、その肝心な証拠って何なの？
ロシの製造場所です。つまり相手の本拠地となります。かつてボスが交換条件を突きつけたとき、この切り札の中身までは相手に明かしていませんでした。しかし、たとえお嬢様がこの切り札を使うにしても、ある大きなデメリットが伴います。場所が分かったなら、あとは乗り込めばいいだけだろ？私たちの敵は、数十年も続く危険で謎に満ちた組織ということを忘れないでください。私たちは、相手の本拠地の状況について何も知りません。調査でどれほどの手がかりが見つかるかも、どんな人物を捕らえることになるかも不明です。さらに一度乗り込んでしまえば、それは相手に宣戦布告をしたも同然となります。最悪のケースは、収穫が何も望めぬどころか、ボスが最も忌避していた状況を早々に迎える可能性だってあるでしょう。じゃあ、フォンテーヌの公的機関と協力したらいいんじゃないか？リネ様の裁判で、あの警察隊員をご覧になったでしょう。公的機関のどこにまで手が伸びているかわかりません。確かに、パパも当時どうしようもなかったのかもしれない。でも今は状況が違うでしょ。違法薬物と失踪した少女が結びつけられたことで、相手の犯行を証明しやすくなった。いろんな可能性を考えてるんだな、お前。はい、私はボスとお嬢様の執事ですから、お二人の意思は私の意思でもあります。お嬢様のために全てのリスクを背負う覚悟はできております。ですが、残念なことに私の力不足は否めません。秘密を守りつつ、基本的な調査をして機が熟すのを待つことしかできませんでした。マルシュラック、ありがとう、そう言ってくれて。ここ数年で何か収穫はあった？そうですね。
これまで得た情報から推測するに、黒幕はスピナディ・ロースらをよく知る人物、またはスピナディ・ロースらにスパイを送り込んでいる可能性があります。お嬢様の代わりに私が日々の指示を出すとき、わざと一部のものを覗くようにしてきました。そしてそれに合わせて私はロシの売人の動向を観察してきたのです。もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、その時に指示を受けていた者は知ろ、逆に知っていればその中にスパイがいるというわけです。それを繰り返して容疑者を狭めていき、手がかりに沿って調査したところ、この方法で容疑者を3人にまで絞りました。一人はスピナディ・ロースらの参謀フローレント様です。はい、信じられないのも無理はありません。あの方はボスが最も信頼していた腹心の一人でしたからね。しかし言い換えれば、彼はボスのことを最も知る人物でもあります。その身分を利用することで、スピナディ・ロースらの動向を真っ先に知ることができます。我々の組織の中でもうまく立ち回れるでしょう。彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリエール商会の会長マーセル様です。マーセルおじさんが、ポアソン町にある地元の商会でボスが支援していました。最初は背取りのみで商売をしていましたが、今やその潤沢な資金により都市部にまで手を広げています。つまりスピナディ・ロースらの姉妹組織みたいなもんか。そんなところね。ロシの問題をどうにかしようとしてた時、彼らは資金と商業面でかなりの支援をしてくれたの。でも自分で自分の首を絞めるようなことする？ありえない気がするけど。最後の一人はスピナディ・ロースらとフォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口を担当するティエリー様です。スピナディ・ロースらは大半の行動に制限はありません。しかし報告しなければ行えないものも少なからず存在します。彼なら報告の内容からスピナディ・ロースらの動向を知ることができるでしょう。つまり常に先回りできるのです。なるほど。いずれも普段から私と付き合いのある人たちってことね。信じらんない。長いこと追ってきた宿敵がこんなにも近くに潜んでたなんて。しかも一度たりとも疑ったことない人が。
彼らを調べるときはくれぐれも悟られないようにご注意ください。過去の経験から見てその人物は非常に慎重ですから。わかった。こんなにたくさん情報を集めてくれてありがとう、マルシラック。とんでもございません。これこそ私の責務ですから。それと、ボスの汚名を返上するのなら、ジャックの死因も避けては通れません。彼の死後、その家族の世話はスピナディ・ロースらがしてきました。今もポアソン町に住んでいます。必要であれば彼らのところまでご案内しましょう。助かるぜ。お前って頼りになるな。また事件の調査ね、相棒。さあ、真実を突き止めてやりましょう。私たちが協力すればこの全てに終止符が打てるはずよ。私はこれで失礼します。ごゆっくりお話しください。案内してくれてありがとう、マルシラック。ご用件は。のやつ、なんで黙ってるんだ？らしくないよな。今さら来てごめんなさい。あの件があってからどう向き合えばいいのかわからなくて。そのことならもう謝る必要はないわ。夫が死んでからスピナディ・ロースらは見舞い品とモラをたくさん送ってくれたじゃない。償いの気持ちはちゃんと伝わってるから。でもそれはジャックさんの死と比べたら取るに足らないものでしょ。私にはわかるの。不可解な事件のせいで父親を亡くした気持ちが。わかってない。どう向き合えばいいかわからないって言ったのは、ふさわしい見舞い品を渡せそうになかったからなの。だってあんたたちの、それに私の胸の使いを取ってくれるものは事件の真相だけでしょ。うん。ごめんなさい、あなたにそこまで言わせるなんて。そんなに罪の意識を持つ必要なんてないのよ。
夫が遭遇したことについて、私もこの子もある程度の予想がついてるの。ねえ、あんたたちの知ってることを教えてくれない？パパがジャックさんを撃つなんて私には信じられないの。ええ、夫の稼いだお金が真っ当なものじゃないってことは分かってたわ。あの人は何度もこう言ってたもの。もし戻れるならこの道を絶対選ばなかったって。夫はとても後悔してた。家庭という言葉をちゃんと理解していなかった。モラさえあれば何でも手に入ると思ってたってね。だからカーレスさんが訪ねてきた時、夫は二つ返事で引き受けたの。でもどんなに用心を重ねても結局は上の人間に気づかれてしまったわ。正体がバレたってこと？パパはそんなこと言ってなかった。パパが言ってたのは恩をあだで返してはいけないってことだけ。あの日夫は出かける前に他に選択肢はないと言ってたわ。後になって気づいたけど、それが夫と交わした最後の会話だった。本当のことはわからないけど、私の中ではそれが答えだと思ってる。だから負い目を感じるべきなのは私の方なの。昔も今もカーレスさんにはずっとお世話になってきたのに。夫を撃った時もきっと正当防衛だったんだと思うわ。だからあの人を憎むことなんてできないの。ねえ、パパはいいことをしようとしたんだよね。どうして悪者扱いされてるの？いい人になろうとしたのに、どうして最後は悪いことをしなくちゃいけなかったの？聞いて、真実はそうじゃないかもしれないの。あんたはパパがいい人だってそう思ってるのよね。うん、パパはいい人だよ。世界で一番優しいの。じゃあそれを疑うことなく信じてあげて。いい人が悪いことをしたんなら、その裏にはきっと意味があるから。彼があんたに残したのが傘であっても剣であっても、
それはあんたに生きてほしいと願って残したものなの。うん。教えてくれてありがとう。必ず真実を突き止めてみせるよ。目の前の現実に私は甘んじるつもりはないから。ええ、こちらこそありがとう。そう言ってもらえて安心したわ。あなたの性格はカーレスさんと全く違うけど、あなたたちが口にする決意は本当に似てるわね。そう？そんなこと初めて言われたけど。ナビア、大丈夫か？平気平気、私のことは気にしないで。次はあの3人の容疑者を調べに行くんでしょ。フローレントはすぐ近くにいるはずよ。ティエリーとマーセルおじさんはフォンテーヌ邸の街中にいると思う。向かいがてら気持ちの整理をしとくから安心して。こんにちは。何かご用ですか、ボス。歌劇場で事件があったのを聞いたでしょ。あの審判の場で水になった人がいるの。ええ、そのような大事件には記者が一斉に飛びつきます。噂もすぐに広まりましたよ。でね、思い出したの。パパの事件があった日、外は雨が降ってて、現場には服が残ってたこと。相棒が助言してくれてね。パパの事件をもう一度洗ってみる必要があると思ってるの。あの夜、何があったのか思い出してみてくれない？そうですね。あの日カーレスさんはすごく喜んでいました。テーブルの横で私たちと飲みながらおしゃべりしていたのを覚えています。その後カーレスさんは風に当たってくると言って外に行かれました。その時はあまり気に留めなかったのですが、突然外から銃声が2回も聞こえてきて、最初はカーレスさんが襲われたと思い、私はホルスターを持って外に飛び出しました。
ただ駆けつけた時にはすでに手遅れで、カーレスさんは人を撃ち殺していたのです。私たちはどうしていいかわからず、その場で呆然としてました。銃声が2回。確かにそうだったんだね。はい、警察隊の話によると1発目は外れて2発目が当たったそうです。ただそれは少し妙だと思いました。何せカーレスさんの銃はテーブルの上に置いてありましたから、外へ出る前にわざわざ確認したんです。ですが警察隊員はカーレスさんが他の銃を持っていた可能性もあると言ってました。先ほど現場に服が残っていたと言っていましたが、それはつまり現場には溶けた第三者がいたということですか？少なくとも私たちの立場から見ると、パパは人を殺してない。だから2丁目の銃を持つ必要だってないの。その銃はジャックのものか、あるいは第三者のものでしょうね。はい、確かに理にはかなっています。つまりカーレスさんが最後に持っていた銃は奪ったものと言いたいのですね。しかしそれも違うでしょう。もし事実に反していたのなら、どうしてカーレスさんは私たちに教えてくれなかったのですか？それにあの人は審判ではなく決闘で名誉を証明する道を選びました。仮に目の前で人が水になるのを見たとして、なぜカーレスさんは審判では無罪が望めないと思ったのでしょう？それについてはマルシラックから教えてもらった。パパがあの時どんな気持ちだったのかはもう分かったよ。真実にたどり着いたらあんたにも教えてあげるね。ありがとうございます。カーレスさんの名誉は任せましたよ、ボス。実を言うと、不義のカーレスという名はトゲのようにずっと心に刺さったままだったのです。事件から数年間が経った今も、私はカーレスさんと呼び続けています。ですが固執しすぎだと多くの人に笑われてきました。しかしカーレスさんの信頼がなければ、私は今のような生活を送れていません。スピナディロースらでの地位も、他人にどう言われようと、カーレスさんはいつだって私の最も尊敬する人物、永遠に私のボスなのです。安心して、きっと真実は明らかになるから。あんただけじゃない、スピナディロースらの他の兄弟たちもみんな決着を待ち望んでる。
おや、ナビア城じゃないか。これはこれはどういう風の吹き回しだ。最近歌劇場で大活躍してみんなに深い印象を残したって聞いたぜ。なんだ、ずいぶんと耳が早いじゃん。俺も一応警察隊の一員だからな。それにしてもなんだその言い方。まるで俺が何かやらかしたせいでポア村長に厄介払いの出向をさせられてるみたいじゃないか。そいつはどうだろうね。何か特別な事情でもなきゃあんたの職場はとっくにここに戻ってるはずでしょ。別に戻ろうと思えばいつだって戻れるのさ。けどなんつうかポア村長には不思議な味ってもんがあるだろ。カーレスさんはポア村長を実によく管理してたんだぜ。スピナディロースらをそつなく運営してた上に俺が処理するはずだった面倒事もいろいろと減らしてくれた。それなのにここで帰ったらこんな楽に給料がもらえる職務を放棄することになるんだぞ。まあ雑談はここまでにして、そっちの二人はお前の友達かい？俺に何か用か？こいつらは私の相棒でね。歌劇場の事件のことがあってから、あれがパパの件と関係してるんじゃないかって思うようになったの。だから今パパの件を調べ直しててね。おお、そうだったのか。人が解けるってやつだよな。最初にこれを聞いた時は俺もかなり驚いたよ。もし当時の資料が欲しけりゃ何とかしてやろう。あんがと。あ、そうだ、あんた警察隊の警備ロボって動かせる？そりゃもちろんさ。ポア村長はでっかいからな。俺一人で手が回るはずもないだろ。なんでまたそんなこと聞くんだ。もし暴力に訴えて証拠を探そうってんなら俺は認めないぞ。いや、実はさ、つい最近町で警備ロボの集団に襲われたんだよ。しかも番号のついてない奴らにね。ね、考えてみたの。あんたが私に手を出したんなら警備ロボの番号を消せばやれちゃう話だなって、そんなこと思っちゃったりして。違う？
俺を誰だと思ってるんだ。そんな大層なことできやしないさ。動かせることと完全にコントロールできることは全くわけが違うからな。そうだな。例えるならシェフに料理を注文したら料理を作ってくれるだろう。でも肩を揉んだり井戸から水を汲んだりって注文には答えてくれない。そんなデタラメな要求をしたところでシェフに変人だと思われるだけだ。相手にされない。警備ロボの場合も似たようなもんさ。大体お前が言った番号を消すのだって実際にやるとなるとかなり面倒なんだぜ。しかも見ただけで簡単にバレる。つまりお前らの言ってる警備ロボは個人が所有してるもんだって断言できる。しかしあれはかなり高いからな。個人で所有するとなるとかなりの金持ちか権力者に限られる。あ、ロシの商売をしてるやつだったら確かにモラをたんまりと持ってるか。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる。あんたの容疑は晴れたってね。おっと、これはこれはナビア嬢に感謝しないとな。さて、冗談もここら辺にして調査がうまくいくことを祈ってるぞ。俺はまだしばらく町にいる。もし警察隊の支援が必要になったらいつでも俺のところに来てくれ。こんにちは。本日はどういったご用件でしょう。マーセル会長と話したいから取り次いでくれる？ナビアが来たって伝えて。かしこまりました。少々お待ちください。
どうもどうも、すまんな、待たせてしまって。歳を取ったせいか、足があまり言うことを聞かなくて。大丈夫、そう慌てなくてもいいって。歌劇場での出来事についてあんたと少し話したいの。あんた全部見てたでしょ？ええ、まったく、あれほど常軌を逸した場面など見たことない。あの時、お前も歌劇場にいたのか？ああ、私はナビアと共にあのマジックショーを見に行っててな。まさかあんなことが起こるとは思わなかったが、君たちの素晴らしい推理も見させてもらったよ。実に見事なものだった。あの場所で水神様を論破するとは。今フォンテーヌ中の人間が君たちを話題に酒を飲んでることだろう。おい、なんかおつまみにされてるみたいで素直に喜べないな。ははは、すまんすまん。フォンテーヌとはこのような場所でな、仕方あるまい。みな、お祭り騒ぎが大好きなのだ。どうか気になさらないでくれ。マーセルおじさん、あんたも気づいたよね。人が解けたことにどんな意味があるのか。ああ、私はその場ですぐカーレスさんのことを思い出したよ。君たちは今あの事件の調査をしているのだな。証拠はまだあんまりつかめてないけど、相手が動き出したってことは間違いない。というと、私に原始大海の水を飲ませようとした連中がいたんだよ。それにエリニュス島で番号のない警備ロボに襲われてね。もし相棒がいてくれなかったら、今頃こうやってあんたに会うこともできなかった。そうかしこまるなって。それにお前だってオイラたちを守ってくれただろ。はあ、ことが複雑になり始めているようだな。どうやらカーレスさんが望んでいた平和ももはや破綻寸前らしい。だが安心してくれナビア、少なくともポア村長はまだ安全だ。まずはそこに身を隠すといい。
あそこにまで手を出そうとする輩がいたら、カブリエル商会が全財産を投げ打ってでも最後まで戦おう。アンガとマーセルおじさん、でももう隠れるつもりはないの。この勢いに乗じて畳みかけようと思っててね。昔のあの事件のことなんだけどさ、なんか新しく気づいたことってある？それについては、すまない。年を取ってから記憶力が悪くなる一方でな、思い出すのも一苦労なんだ。確か当時パーティーを主催したのは私たちだった。だが私はずっとパーティーの事務で忙しくてな、客人と一杯楽しむ暇すらなかった。そうこうしていると例の銃声が聞こえたんだ。その後のことは君も全部知ってるだろう。うん、もう大丈夫、無理しないで。他にも手がかりがないかよそでも聞いてみるから。ああ、もしモラが私の財産は全てカーレスさんの恩恵によるものだ。彼の名誉を挽回できるのならいくらでもモラを捧げよう。これで可能性のある容疑者3人と接触できたね。今の状況から見るに、みんないたって普通だったな。ま、これも想定内ってとこかな。だってたった一度の会話で尻尾をつかめるほど甘い連中だったら、パパが何年もかけて調査することもなかったでしょ。とにかく情報は少ないけど、一旦整理してみよっか。どこから始めればいいんだ。ああ、そうそう、さっきフローレントが言ってたように、カーレスが最初に銃を撃ったやつじゃないってのにはオイラも同意だな。ジャックの家族の話によると、彼は家を出るときもう正体がバレてるから他に選択肢はないって言ってたらしいね。私が思うに、パパを殺さないと自分と家族が全員死ぬことになるって上の連中に脅されてたんじゃない。じゃあ最初に銃を撃ったのはジャックってことか。
して？そっか、自分が人殺しの道具として利用されてるのはジャックだって気づいてたはずだ。もし道具がその役目を終えたら使い道がなくなって。うん、つまりジャックのその時取った行動として最も可能性があるのは、殺人を犯すことなくパパに助けを求めること。そうなるね。でもこれはあくまで私たちの推測に過ぎないし、立証しようにも証拠がない。あとジャックの動機以外に警備ロボの件もかなり気がかりなんだよね。原始大海の水の秘密がバレてから向こうの動きに明らかな焦りを感じられるでしょ。まさかオイラたちが手がかりを追ってここまでたどり着くのをあの時すでに見抜いてたってことか。今の状況から見るに黒幕はそこまで予想してた可能性が高いと思う。となると問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるかってなるね。フローレント？確かに彼はパパと一番親しいし、ジャックの正体を知るのに最も難易度の低い立場ではあるけど。ギャングの参謀として人事と治安に関する事務を担当してるから財務には関与してなかったはず。ほむほむ、つまり簡単に言うとあいつはあまりモラを持ってないってことだな。そういうこと。あれだけの警備ロボを一気に送り出すなんて難しいと思うよ。ピエリ？なるほど。もしかしたら警備ロボを私用で使う手段を持ってるかもしれないね。でも警備ロボの話は本当っぽかったし、嘘をついてるようにも見えなかったかな。確かにそうだな。それにもし嘘をついてたら警察隊に行って調べれば一発アウトだし。どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだしな。マーセルおじさん？うん、確かにパパは彼のことをかなり信用してたし、生前はいろいろと協力してた。そのつながりがあればジャックの正体を知ることだってできたかもしれない。それにカブリエール商会の財力なら警備ロボも十分な数を買えるはずだし。でもちょっと想像できないかな。マーセルおじさんは私が子供の頃からずっとそばにいてくれた人だし。しかももし彼が黒幕だったら、ずっとモラと労力をかけてロシの商売を自分で妨害してきたってことになるでしょ。はあ、まったく誰が黒幕なの。
確かに。そう考えると一番可能性があるのはやっぱりマーセルおじさんかな。容疑者を絞りすぎたって可能性はないか。マルシラックのやつがあいつらに目をつけた時、人が溶けるっていう事実をまだ知らなかっただろ。ううん、マルシラックはかなり慎重なやつなの。理由もなく容疑者を排除したりしないと思う。彼が判断した根拠もちゃんと筋が通ってるしね。スピナディロースらの動きを把握し、警備ロボを利用できるほどの財力を持っていて、かつ思慮深く先を見通せる人物。心の中でどんだけ否定しても、この推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても話は進まないと思うぞ。それにオイラたちにはまだあれが残ってるだろ。そうね、準備もなしにあそこを探るのはリスクがかなり高いってマルシラックが言ってたけど、今はもうそこを調べるしか方法がないかも。私たちが持ってる情報では犯人を告発するのに不十分だからね。ラビア城、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。あれ、警察隊のやつじゃんか。どうしたんだよ。それがお前らが去ってすぐエリニュス島から知らせが届いてな。何でも審判がまた行われるらしいぞ。そんな騒ぐようなこと。あそこは審判のために作られた場所でしょ。いや、肝心なのは審判を受ける人の方でな。タルタリアっていうファディの執行官って話だ。どうしたの？まさか知り合い？知り合いどころか、むしろ腐れ縁ってとこだな。今度はそいつが連続少女失踪事件の犯人として告発されたみたいだ。お前らはどう思う？どう考えてもおかしな話だろう。なんでそんなことに？その人って私たちの調査とは全く関係なかったでしょ？だよな。俺もおかしいと思ったから急いでお前らに知らせに来たってわけさ。もし彼に対する告発が有罪になったら、過去の事件を調べようにももう警察隊が応じてくれなくなるかもしれない。うん、犯人が見つかったことになるからね。そうなりゃカーレスさんの冤罪を晴らすのが今よりもずっと難しくなるはずだ。わかった。相棒、あんたはどうしたらいいと思う？私たちにはまだ確たる証拠はないけど。そうだな。手分けって？さすがは私の相棒、自信たっぷりじゃん。連続少女失踪事件に関係する審判だし、黒幕側もきっと歌劇場に集中してるはず。この状況なら他に気を配る余裕もなくなってるだろうね。まさに絶好のチャンス。よし、決まり。私は歌劇場に行って時間を稼ぐよ。そのためにはまずはこっちも黒幕を告発しようと思う。でも今の手がかりだけじゃ勝つなんて夢のまた夢だから、待ってるよ。あんたが決定的な証拠を持って私のところまで来てくれるのをね。うん、お前が審判でオイラたちを助けてくれた時と一緒だ。お嬢様、私たちも同行させていただけないでしょうか。こちらの準備は整っています。マルシラック、シルバ、あんたたちどうしてここに？
お嬢様がポアソン町から離れるのを見て助けが必要だと思ったのです。私たち二人がお嬢様のそばにいれば多少なりとも安心感を得られるでしょう。あんがとね。じゃあ早速行こっか。パイモン、旅人、歌劇場で待ってるから。うん、約束だ。ナビアも行ったし、オイラたちも早速行動しようぜ。目的地はマップに載ってるから、とりあえずそこに向かってみよう。